オハ・モスカリボ鉄道は、かつて、ソビエト連邦に存在した、非電化鉄道。石油の町、オハと、ソ連本土との連絡口であったモスカリボを結び、サハリンの鉄道における初の後期路線であった。サハリン北部における、石油生産は1920年代から本格的に、始まり、当初ソ連本土への石油輸送は、船舶が用いられていたが、 時間がかる上危険な航路を進む必要があり、石油生産の発展を妨げる事態となっていた。そこで、より短時間かつ高頻度の石油輸送が可能な鉄道の建設計画が立ち上がった。当初は、オハのグリキ競気鉄道と同様の競気での敷設が予定されていたが、将来的にサハリン全土をソ連と同様の機関へ変更する長期計画も踏まえ後期での建設が決定した。 なお期間変更計画は、その後中断され、オハモスカリボ鉄道自体も1950年代に、狂気への変更計画が持ち上がったが、廃止まで実現することはなかった。1930年8月から3ヶ月をかけて、約3000人を動員しての建設作業が行われ、1932年から、暫定的な営業運転が始まった。 本格的な営業運転の開始は1934年である。これにより、モスカリボ港を経由しての石油輸送が行われるようになったことに加え、ソ連本土からの貨物輸送も実施されるようになった。特に、ホルムスク港が整備され、ワニのホルムスク鉄道連絡船の運航が始まる。前は、サハリンとソ連を結ぶ、唯一の貨物ルートとして重要視されていた。 1970年代の時点では、旅客列車も含めて1日最大10往復の列車が走り、オハ駅から途中駅のラグル駅の間は3000機場になっており、オハのグリッキ狂気鉄道の列車も乗り入れていた。当期はモスカリボ港が凍結し、使用不可能になるため本数が大幅に減少していた。運営はサハリンネフと新宅によって行われていたが、 1946年から1950年の間はソ連国鉄の路線となっていた。バスの発展により1979年をもって旅客営業は終了し、使用されていた客車の一部は南部の 1067mm 機関の鉄道路線へ転用された。その後も貨物列車の運用は続いたが、ソビート連邦の崩壊後の1990年代、 初頭の時点で輸送量は大幅に減少しており、さらにサハリン南部へ貨物を輸送する際に機関が異なる貨車へ乗せ替える必要があるなど採算が取れない路線となっていた。最終的に貨物輸送も1996年に廃止され、以降は線路の盗難を防ぐため週に一度ディーゼル機関車の運転が行われていたが、こちらも1999年に終了した。 同年9月に行われた鉄道ジャーナル社による廃止後の取材では車庫に放置された多数の機関車や客車、貨車が報告されている。また、鉄道の廃止により、モスカリボコも役目を終え、1999年の時点で港町であるモスカリボの人口は180人まで減少している。ソ連本土と同型の車両が用いられ、 1960年代以降は液体式ディーゼル機関車である TGM3 型、TGM4A 型、TGM40 型などが旅客列車や貨物列車を牽引した。車両基地はモスカリボに存在し、モスカリボ港が凍結し、列車本数が減少する当期に大規模修繕が集中して行われていた。ありがとうございます。